イラムは前回の壁越え失敗に固執しているようだな。まあ、メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。壁を制圧した執行部隊を全て排除しろ。
闘モード起動。ミッション開始だ。壁を制圧した執行部隊を全て排除しろ。残り 50%。
闘モード起動。ミッション開始だ。壁を制圧した執行部隊を全て排除しろ。モード起動。ミッション開始だ。
壁を制圧した執行部隊は全て排除し、
ャンドルリング機能停止しました。コード15AC3 独立傭兵か排除執行する。 SG 攻撃型です。気をつけてください。レイ、数が多い。正面突破は危険か。被害が広がっている。応援を要請する。コード7-8、メリウス地方の SG 回線を曲がりしているようだな。それであれば細工は可能だ。621、外部からの増援は防いでおいた。あとはお前の仕事だ。コード5、排除目標と接敵、対処する。兵装の異なる MC、兵装の異なる MC、 高火力型です。
30%。何をやっている？各員に伝達。どうやら外部通信が妨害されている。現有戦力で対処。HC 起動まで持たせろ。
応援を要請する。コード78。メリウス地方の SG 回線を曲がりしているようだな。それであれば再開可能だ。621、外部からの増援は防いでおいた。あとはお前の仕事だ。リペアキット、残数。コード5、排除目標と接敵。対処する。変装の異なる MC、効果力型です。部隊は何をやっている？各員に伝達。どうやら外部通信が妨害されている。現有戦力で対処。 HC 起動まで持たせろ。Thank you.
戦友、アーキバスから君に依頼だ。作戦立案者でもある私の上官からお言葉がある。まあ聞いてみてくれ。ベスパー第二隊長スネイルです。これより作戦内容を伝達します。私の直属で作戦行動に臨めること光栄に思いなさい。これは惑星封鎖機構の2拠点に対して同時刻秘密裏に行われる吸収作戦です。襲撃目標の一つは敵の部隊間通信を中継するハーロフ通信基地、もう一つは強襲艦隊の母港として接収されたバートラム級宇宙港です。通信基地の方は我がベスパーの第4隊長ラスティが受け持ちます。彼が封鎖機構の通信網を困難に陥れ、精鋭部隊による増援を不可能にする。独立傭兵レイブン、あなたはその間に停泊中の強襲艦を全て破壊してください。この作戦には穴がある。通信網の混乱は一時的なものになるはずだ。こちらの仕事が片付いたら救援に向かおう。第二隊長の態度は放っておけ。お前は自分の仕事をすればいい。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。停泊中の強襲艦を全て破壊していけ。コード15、侵入者を捕捉。基地全体に共有、脅威度の測定を開始する。戦友、こちらは通信基地近傍で待機している。回線は繋いでおいてくれ。そちらの状況を見て仕掛けよう。対象を確認、対処する。封鎖機構を無視しています。レイ、応戦を。排除目標が強襲艦に接近。上位レベル3から4と推定。やらせるな。
アンテナを破壊した。これで連中はしばらく外部との通信ができない。その間に作戦を進めてくれ。目標残り4隻。コード5、目標を確認。迎撃開始する。外部通信が途絶している。どういうことだ。弾幕を張れ。機体を乗せるな。
封鎖機構の外部通信が復旧した。応援要請を受けた教習官がそちらに向かっている。私が着くまで持ちこたえてくれ。やむを得ん。621補給をしておけ。到着まで持たせる。リペアキット残数なし。
排除執行完了。保険は使わずに済みそうだな。